そうじゃねえよ。あいつがしたことは確かに許されねえし、お前の気持ちは十分わかってるつもりだ。でも10年前からあいつはドレファスに乗り移ったフラウドリンに操られていた。どうしようもなかったはずだ。操られていたら何をしても罪にはならないわけ。っていうかフラウドリンって誰？実界の一人だ。実界ね。他には確かガランとモンスピートだっけ。3000年も前に封印されていた実界のことになんでそんなに詳しいのかな。何がいて、キング。団長も同じ魔人族なんだよね。ねえメリオダス、君は本当に味方なのか。はあ！はあ！我をたたえよ。失礼。ザ・ワン。なんじゃ？いきなり喧嘩を始めよったぞ。どういうことです、ジェンナ殿。なぜ二人が。知るか！ふん！答えなよ、メリオダス。何をもって味方というかによるな。お前がエリザベスや俺の仲間に牙を剥くって言うなら、俺はお前の敵だぜ。君の目的を教えろ！おっと！さあどうする？お前の武器は使えねえぜ！ステータスプロモーション！
これでどうだ。失礼。どうせ勝てないよ。我を讃えよ。我を讃えよ。ザ・ワン。さあ答えてよ。君の本当の目的を。禍々しい負の魔力に何年経っても変わらない容姿。何より3000年も前に封印された化け物どもと、どうやら顔見知りと来た。ねえ君、本当は十戒の仲間なんじゃない？魔人族のメリオダス。マーリン、キングはメリオダスに一体何をしよった？ほんのかすり傷だったはずのものが見る間に悪化していきおった。毒を猛毒に変え、小さな腫瘍を増大させる。これがキング本来の魔力、ディザスター。木々や植物を成長繁殖させる一方、間引くことで森を維持し滑る。妖精王ならではの魔力だろう。だんまりとは卑怯じゃない？それでも七つの大罪団長なわけ。ならもう一度、ステータス、プロモーション、フルカウンター。残念、効かなかったよ。どうやら君の攻撃は、オイラにかすってもいなかったようだ。なあ、キング、お前こそ本当に妖精王なのか？何？先代の妖精王ダリアも、先々代、初代妖精王も立派な羽を持ってたけど、なんでお前には生えてねえ。黙れ！聞いているのはオイラの方だ！コンデンスパワー！水滴？いや、ただの水滴じゃなさそうだな。隣この木にわずかに残る水分を一気に中心へ凝縮するイメージで水玉を作るのさ。こりゃ鉄の玉みてえだわ。一気に中心へ凝縮するか。なるほどね。ん？一気に中心へ凝縮。ふっ。ほっ。できた。あれは、闇の塊？いい加減にせんか！二人とももう出てこい！
Thank you.